Before we get started, quick announcement. If you're an independent artist yourself and you want me to react to your song, just hit my email in the description. We can make that happen. What's good, Grand Family? Hope you're having a good day today. If not, I hope the video bring a little light to your day. Also, I just released my newest single called Haters, if you will. After the video, check it out. The link will be in the pinned comment. Today, ladies and gentlemen, we're finna check out this very interesting video. This is a SpongeBob anime video, episode 1. Let's go ahead and get straight to it. I ain't gonna hold you up. I'm very interested to see this. I'm gonna leave the original video link in the description if y'all wanna watch the original thing after this. Hey, man, let's get it, man. A Narmak animation. スポンジボブ。カニバーガーがやばいと聞いて急いで来ました。何があったんですか？太っちょバスは。もういない。奴は強くなっていた。わしでもこの店を守るので精一杯だった。そんな。奴の狙いは初めから店ではなく、例のレシピだったのだ。奴はいつつのピクルスのことすら知っていた。 I'm dying. バーガーに潜む秘密を封じるために、わしが作ったレシピ。その存在を知る者ですら、もうこの世には数人しかいないというのに、一体どうやって。もしや、まさか店長をやられるなんて。なら一刻も早く取り戻しに行かないと。すでに怒るを向かわせている。セミスクエンウェイ、クラゲ草原を出る前に取り戻さねば。向かわせた。 一人で行かせたんですか？そんなの死にに行くようなものじゃないですか！それでも！よー！では、あのレシピだけは奪われてはならないのだ！じゃああなたはなんでまだここにいるんですか！イカルドにもしものことがあったら！わしはここで店を守る義務がある！イカルドは、この職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついて来られなければ、彼もそこまでの男だったという。わー、ちょっとドゥマンスクエッドウェイ、like I'm done. I like how they added the dramatic music behind this. いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密とお前自身の真実を。Bro, I don't know why this is so funny to me. Yo, this is insane already. They even got intro music. Let's go. Wait, is this copyrighted music? Oh my goodness. No, that's right. That's right. This looks like it's gonna be insane. Patrick! Yo, it's been a minute since I watched SpongeBob, man. I kind of forgot some of the characters, man. Mr. Squidward. Yo! Get situated real quick. They even got the epic intro music. Let's get it. I'm done with the short. I'm into shoes. Chikusho, 家でシャボン玉吹いている場合じゃなかった。俺のせいだ。
どこ行っちまったんだよイカルト。あれは Go fast Squidward! サトリック、サンディ、スポンジボブ、サンディ、イカルト、最後に見かけたのはあの岩のあたりだと思うけど戦っているのか。 Yo, look how they got Patrick looking, man. I got my boy Patrick out here looking buff and all. じゃあなんであなたたちはここで見ているだけなんですか。それはイカルトが来るなって言って。あやつは自分の名誉のために戦っている。大切なものを守れる強さ、絶望に立ち向かう勇気、イカルドは確かめようとしているのだ。自分にもその強さ。そんなくだらないことを本気で信じてるんですか。あなたたち二人が強いことは僕が誰よりも知っています。そんな強いお二人がイカルドの勇気やらプライドやらって言葉を鵜呑みにして見殺しにしたというんですか。フレンドの F はどこ行ったんですか。行かせてやれサンディ。でもスポンジボブとイカルドはいわば同じコインの表と裏、二人とも拙者を震わせるほどの何かを秘めている。わー、そしてあの何とも言えぬ顔がまたかっこいい。 This is wow。 予言では醜い怪人が全てに死をもたらすと言っていただろう。大丈夫、奴らは違う。二人ともかっこいいから。この岩、岩じゃない、これはただの石だ。初代の武器がこんなところにあったなんて。よし、これならいける。あとはイカルド、スクイッドウェイ。SpongeBob anime t-shirts and more. Oh, that's a nice way. Well, shameless plug. Shameless plug. New memeland.com. I like it. Use the code HIGHFIVE for 5% off. If you want to support the channel and more animations like this, take a little peek at this cool stuff. I can hear his footsteps. Wait, who footsteps? I won't let him take me. What? Be gone! Yo, this is wow. Icardo! SpongeBob! この富士壺頭、なんでここに。Yo, what the f- Oh! していたのか。やっぱりイカルドはすごい。なんで来たんだスポンジボブ。俺たちじゃかなうわけが。Wait, who is that? 来るに決まってるだろう。なんで一人で戦おうとしたんだ。二人だったら勝てたかもしれないじゃないか。そしたら、Yo. またお前に美味しいところを取られちまうだろうが。何をしてもお前にはかなわなかった。としてもサーバーとしても、いつもお前だった。客から好かれ、給料も俺は一回お前を毎日仲間に囲まれて、それを外野から一人で眺め続けてきた俺。そんな俺でも一人であの野郎を倒せたら、レシピを取り戻せたら、あぼちゃん want to be respected? 見返す。クラリネットも、マジもいいし。Can't even play the clarinet. I'm freaking done. 何言ってんだ、イカルド。友達なら僕がいるじゃないですか。クラリネットだったら、怪我が治ったらすぐにでも。Yo。行く。あれ？強く打ちすぎたかな。プランクトンにやりすぎるなって言われてたけど、まあいいか。黙れ。弱いくせにでしゃばるからそんなことになるんだよ。自業自得ってやつ。
間違って落としちまったレシピが偶然あいつのところに転がったから拾えたみたいなもんだし。黙れ。お前もいつ。Wait, what my boy just injected himself with? Wait, hold on, brother. 準備ができてとか言ってるみたいだけど、仲間が死ぬ準備はできてなかったみたいだな。お前だってもう気づいているんだろう。どんなに頑張ってもお前はあの時ピクルスを忘れて客に品を出しちまった救いようのないコックなんだよ。仲間一人救えないお前は名前をサクセスの S からフェイルドの F に変えた方がいいんじゃないかなあ、フポンジブーブー。わーてんだよ、クソが。Hey yo, what is going on? Wait, can you break this arm? Let's go, SpongeBob. こいつは。聞いてないぞ。本当によればこの5つのピクルさえあれば俺は進化するはずなのに何も起きねえじゃないか。それにこいつ先アリを全部自分に言ったのか。あの闇のレシピを全て取り込んでまだ動けるというのか。スポンジボブなんてたらめなやつなんだ。What got done? Sponge Mama! Krabby Patties in them! Thank you, Sango no Mari! Perfect! Yo, this is wild. Damn! You done made him mad! Yo! なんだ、何が起きた。You better stop playing with my boy SpongeBob! 腕が、俺の右の腕が。Yo! 寒い、よくも、よくもこの俺の腕を、少し。Bro, I always knew my boy SpongeBob wasn't nothing to play with, man. Yamete! That boy about to go Super Saiyan. Oh, yamete! SpongeBob! Ikaru! Ore ga nan da tte? Kono Fujitsubo Otama!少し気絶してたからって勝手に殺すんじゃねえよ。My boy was not even dead. 俺の脈とかも確認してなかっただろ。いや、いつも状況も整理せずに先走りやがって。いか。てめえがバカなのは初めから分かってたけどよ。学習って言葉知ってる。Where's my man? What's going on in on SpongeBob like this? もうこんな無茶するなよ。ずっと、ずっと一緒だから。もう絶対、どこにも行くなよ。Yo, this is wild. This is legit wild. Hi everyone, I hope you enjoyed 6 months of my life well spent on making the grandest animation my booty has ever grinded out. What? Those shirts that you saw in the video are actually real. I am selling some shirts and stickers created by me and my boy, Timmy the Thoughty. We have a sale to celebrate the release of episode 1, and on top of that, you can put in the code HIGHFIVE for an additional 5% off because I love you.The shirts are limited, so if you want to support me and the channel, check them out on newmemeland.com. Link on the screen, in the description, and in the pinned comment. Besides all that jazz, I want to give an absolutely moist thank you to my friend John Wang, who directed the voice actors for the Japanese dub and soon-to-be-released English dub. John is a professional voice acting teacher who can mold your voice beautifully and holds voice acting workshops.Also, a massive thank you to the voice actors who made this project possible.
The music that blessed your ears was created by my amazing friends, Sander, also known as Red, and Seikara. Full soundtracks are on their channels. My buddy Strelok also handled the sound design for the entire episode, and his work never disappoints. Check them all out in the description below. I highly recommend all of their succulent services. And finally, thank you, patrons. You make my punani pungent. Well, that's all, folks. Bye-bye. Hey, yo. Wow. Hey, man. This guy's mad talented. I definitely want to check out more of his work. So when they start dropping more episodes, I'm definitely going to be watching those. But, hey, man, this is literally insane, man. Literally insane. It looks so good. The animation looks amazing, man. Like, everything about this is just really dope, man. But y'all let me know in the comments what else y'all want to see on my channel, and I'll try to react to it as soon as possible. And that should be a video on my face. That's my newest song called Haters. If you guys have time, go ahead and check it out. You got to click the video on my face and take it to the song. And we out. Just in time for my battery.